yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。先日僕の Mac の使い方っていう動画だったりとか、あとは僕のね MacBook の選び方っていう動画をね出したんですけども、結構ねまたそこからいろいろ質問がありまして、結構多かったのがですね、僕の MacBook の設定ってどういう感じにしてますかってものがねあったんですね。確かにこの MacBook の設定ってみんなやるものなんですけれども、それぞれまあ結構ね細かい設定が違っていたりとか、意外とこう聞いてみると、あ、その設定便利だなってものがあって、僕もね知らないもの結構多いんですね。なので今日はまあかなり初歩的でね知ってるものをね多いと思うんですけれども、僕がね毎回 Mac を買って必ず一番最初にある初期設定ですね、 Mac の設定っていうのを紹介しようと思います。全部で大きくね8項目かな。この8項目はもう本当に必ずですね、毎回僕が最初に設定するものなので、 Mac をね買って使っているんだけど、なんとなくこう設定のところはねそのままにしていて、あんまりいじってないですよっていう方はぜひ参考にしてみてください。はい、それでは順番に紹介していきましょう。ではですね、僕が今使っている Mac 実際に見ながらですね、ちょっと皆さんに説明していこうと思います。システム環境設定、設定の画面ですね、こちら開きまして、ここからね僕がいじってるところってちょっと紹介していきます。まずはドックですね。 Mac って下の方にですねアプリの一覧というか、今起動してるアプリのね一覧みたいなものが出るんですけども、それをドックと言います。で、これをですね基本的に僕は隠す設定にしています。デフォルトだとそのドックが表示されっぱなしにしているんですけれども、僕はね基本的にこうデスクトップは広く使いたいので、これを隠せるようにですね、このドックの項目のドックを自動的に表示非表示っていうね項目があります。ここにチェックマークを入れています。そうすると下にカーソルを持っていった時、もしくはドックを横に設定していたら、横にねカーソルを持ってきた時だけこのドックが出てきますっていうものですね。まあ、こうするとこう見た目もすっきりしますし、空間も有効活用できるので、いつもこれを使っています。続いてミッションコントロールですね。これ非常に便利な機能、本当にこう Mac の中でもこう指折りの僕が好きな機能の一つなんですけれども、これね使ってる方いないって方はぜひね使ってみてください。これは何かというと Mac のデスクトップですね、デスクトップをこう何個も増やせますっていうものです。3本指でトラックパッドを上にスワイプすると、こんな感じですね、デスクトップが何個かね、表示されて、でかつ右側のプラスボタンを押すとそれがどんどん増やしていけますっていうものですね。で僕はこれをかなり、使っていまして、デスクトップをですね今5つ用意しています。でその中にデスクトップごとにね役割を持たせてあげて、このデスクトップは何をするデスクトップっていうのを常にね決めています。例えばデスクトップ1はこう Spotify とか音楽再生系のものを置いておく場所で、デスクトップの2に関しては前動画でご紹介したビスケットっていう仕事管理系のアプリですね、 Gmail だったりとか Slack とかを一元管理できるアプリがあるんですけども、それをデスクトップ2に常駐させていて、仕事の時はこのデスクトップの2を使っています。でデスクトップ3が Chrome ですね、 Google の Chrome を置いて調べ物をする時に使って、でデスクトップの4番ですね、でここで主にこう Photoshop だったりとか Final Cut とかね、結構クリエイティブ系の活動をする時はこのデスクトップの4番を使っています。で最後にこのフリースペースとしてその他のアプリ、いろんなものを使える場所としてデスクトップの5番っていうね、ものを用意して、全部でこの5つですね、5つのデスクトップの中で、僕は作業しています。まあそうするとやっぱりアプリがごちゃごちゃにならないんですよね。この作業をしたいときはここに行くっていうね、ことが決まっているとすぐにねその作業に取り掛かることができるので、これは非常に便利なものですね。で今お話ししたそのミッションコントロールっていう機能があって、でそれをねちょっとカスタマイズしてるんですけども、それはですねこのミッションコントロールっていう設定の項目の中に最新の使用状況に基づいて操作スペースを自動的に並べ替えるっていう項目があるんですね。でこれをチェックマーク外さないとこのデスクトップがね順番入れ替わっちゃうんですよ。このデスクトップにこのアプリケーションを置きますみたいなところを、設定しておいてもですねそれがずれちゃうので、このチェックマークを外すようにしています。そうするとデスクトップ1は1、2は2っていう感じで固定がされるので、そこの部分だけ設定をしています。あと細かいところで言うと Siri ですね、 Siri をほとんど僕使わないのでもう無効にしています。でかつメニューバーに Siri のねマークが普段表示されてるんですけど、ここもまあ邪魔というか使わないので、
このメニューバーに資料表示っていうところのチェックマークを外してメニューバーをねちょっとでもスッキリさせています。同じくですねメニューバーのところで言うと Bluetooth のマーク表示させるようにしています。こちらは設定の Bluetooth の項目からメニューバーに Bluetooth を表示っていうところがあるんですけれども、これにチェックマークを入れています。そうすると Bluetooth の接続状況が分かるので、今こうイヤホンにつながっているのかなとかっていうのがメニューバーで分かるんですね。でかつ切り替えもねこのメニューバーからすぐにできるので、この Bluetooth はね表示させておくとかなり便利です。続いてキーボードですね、こちらも必ず毎回カスタマイズをしていまして、キーのリピートとあとキーの、ね、リピート入力認識までの時間、これを、どちらも早いと短いにしています。これはキーボードを、ね、押し続けた時にどれぐらいの速さでそのリピートを、ね、反応してくれるかっていうものなんですけれども、主に使うのは削除のキーですね。削除のキーをこう長押ししてこう文字をバーッと消したりすることあると思うんですけども、まあ、その時にですねできるだけ早く反応してくれた方がいいなということで、僕はねこれをどちらも最速にしています。で、他にですねキーボードでやってることで言うと、入力ソースのところですね、こちらはですね僕は、全てですね Google 日本語入力を使っています。こちらの Google 日本語入力っていうのは Google がねその名前の通りやっている、日本語のこう変換、辞書、アプリみたいなもので、結構ねやっぱり入力の精度が高いんですよ。かつやっぱり Google がやっているので最新の言葉でもその辞書の中に登録をしてくれていて、で気持ちよく変換ができるんですね。なので、僕は毎回ですねこの Google 日本語入力を使って、この MacBook の中でこう日本語入力するようにしています。続いてトラックパッドですね、トラックパッドは、僕はですね2点カスタマイズをしていまして、一つはタップでクリックっていうものですね、普通グッと押し込まないとクリックできないんですけれども、トンってねタップするだけでクリックできるようにしています。で、もう一つはですね起動の速さっていう項目がありまして、これを一番最速の速いにしています。トラックパッドって指の動かす長さに応じて、このポインターを動かしてくれるんですけれども、これをですね、まあ、できるだけ速くというか小さい動きで、長い距離を動かせるようにしています。トラックパッドを使っていて、でそのカーソルがね、まだ目的のところにたどり着いてないのにこのトラックパッドが端まで行っちゃってもう一回こう指を置き直して動かすみたいなこと結構あると思うんですね。この起動の速さをね、マックスにしておくとちょっと動かしただけでこう端の方まで行けるので、こう指の動きが最小限で済むんですね。こう何度も何度もこう指の位置を入れ替えることがなくて、こうワンストロークで好きなところに行けるのでこの速いにしています。慣れちゃえば全然これでいけます。本当にこう細かいね、あの1ピクセルぐらいの調整もこれでできるので、僕は必ずこの起動の速さですね、マックスにして本当にちょっとした動きで、Mac を動かせるようにしています。続いてディスプレイの項目ですね、こちらは、解像度のところですね、こちらを変更してスペースを拡大っていうものにしています。こちらのスペースを拡大っていうのを、ね、押すとちょっとだけですねこの Mac の画面上を、ね、広く使えるようになるんですね。それぞれの項目がちょっとね小さく表示されて、その分ね大きく、いろんなものを置けるようにしています。僕の場合13インチの MacBook 使ってるんですけども、このスペースを拡大っていうのをね押すことによって、まあ、このねちょっとちっちゃめの画面でも、広々ですねいろんなアプリが操作できるので、いろんなフォルダーとかをこうたくさん並べて置けるので、こちらのスペースを拡大を使ってですねちょっとでも広いスペースっていうのを実現しています。でこちらで最後ですね日付と時刻のところなんですけれども、僕はこれ24時間表示のものにして、かつ曜日と日付もね、全てオンにしています。こうすることによって、何月何日の、何曜日何時っていうのが全部このメニューバーですね右上のところに表示がされるので、まあ、一覧でね、今日の日付と時刻と曜日が分かって、まあ、これもね便利だなっていうことで設定をしています。はい、というわけで今回は、この僕のね MacBook でいつもやっている設定ですね、必ず、買って初めて最初にする設定についてお話をさせていただきました。まあ、かなりねこう基礎的な内容ですし、やってる方もね多いと思うんですけれども、まあ、この中でね、まあ、1つ2つでも参考にしてもらえるものがあれば嬉しいです。はい、こんな感じで MacBook 系のね動画をまあいくつか出してるんですけれども、他にもこう、こういうことが気になるとかっていうのがあればぜひコメント欄で教えてください。はい、もしねこの動画が良かったら、チャンネル登録もしくは、高評価の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。